私たちの生活を支えてくれる高速道路。でも日々何千台何万台と利用されていたら、傷んだりゴミが落ちたりしてしまいますよね。どのようにメンテナンスをしているんでしょう。ゆうちゃん、はい、私たちはネクスコ中日本伊勢原保全サービスセンターに来ております。お、ここで何かあるんですか。今日はですね、はい、ここでアイムーブメントショーケース見学会に参加しますよ。おアイムーブメントショーケース見学会は、 AI やロボットといった次世代技術を導入した近未来の高速道路計画アイムーブメントの一環で行われたイベント。ここ伊勢原保全サービスセンターですでに導入されている高速道路維持のための最新鋭の機材やシステムを展示実演しています。ネクスコ中日本吉川さんに教えてもらいながら会場を巡ってみましょう。吉川さん、これどういった機械なんですか。高速道路の本線上で交通規制を実施する際に危険車両が侵入したことを作業されている方に速やかにお知らせするような装置となっております。このモニターに映っております交通規制の範囲の中でエリアを4点ですね、設定いたします。登録外の車が規制区間内に入ってくると、 AI の画像処理技術を利用してアラートで知らせてくれるんですね。これだと音だけで危険がすぐに分かるね、うんうん、作業しててもすぐ分かる、うん、続いてはこちらの車。こちら、はい、どんなことができると思いますか。え、大きなホースみたいなついてるよね。ああ、そうだよね。出すか吸うかどっちかだよね。そうだね。ホースついてる。出しちゃダメなんじゃないの。掃除機的な感じじゃない。巨大掃除機。それでは実際に動いているところを見てみましょう。ゆうちゃん大正解。ホースの先のノズルが左右に動いて位置調整をし、路上のゴミを吸っていきます。従来は人がですね、高速道路に降りて手で拾ってたものを高速道路上に降りることなくゴミが回収できると。確かに今までこうね、旗持ってね、こう走ってバーって拾いに行ってますよね。そうだったんだね。危ないだなと思ってたの。あ、これはすごい助かると思う。他にも路面の状態を車に乗ったまま点検できる様々なハイテク車両の実用化も進んでいます。事故の可能性を少しでもなくすために技術開発がされてるんですね。そうだね。高速道路これからも大事に使わせていただきます。いつでも安心な高速旅。この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。ETC 専用のスマートインターチェンジでは1台ずつ一旦停止しないと開閉バーが開きません。 ETC ゲート前で必ず一旦停止してバーが開いてから通行してください。次回は文化財で温泉片倉館。